神戸空襲から73年となるのを前に、今日空襲による犠牲者の名前を刻んだ慰霊碑に新たに32人が追加され、遺族らが鎮魂の祈りを捧げました。神戸市中央区の大倉山公園にある神戸空襲の犠牲者の名前が刻まれた慰霊碑。この前で行われた刻銘追加式には、神戸空襲を記録する会のメンバーや犠牲者の遺族らが参列し、はじめに黙祷が捧げられました。神戸では1945年3月や6月など度重なる空襲があり、市街地の8割が焼失、およそ8000人が亡くなったと推定されています。慰霊碑にはこれまで犠牲者2013人の名前が刻まれていましたが、今日は新たに32人が追加されました。結局彼は15歳で戦後の豊かで自由な時代を全く知らないで終わったというのがね、それが非常に心残りです。戦争はこれはね、人災なんです。人災を防げるんです。子どもたちに、次の世代の方たちに、一人一人の死を悼む心を、どうかこの日が伝えることができたらなといつもね、願っております。参列した遺族らは名前を手で触れながら平和への思いをかみしめていました。神戸空襲を記録する会では犠牲者の情報提供を呼びかけていて、再来年に刻銘追加式を予定しているということです。